小さな女の子もしかしてこの館に連れ去られてきたのか小さな女の子っててめえ、言っちゃいけねえことは言ったみてえだな G7 だったのかこんなところで何をしているここはパクってきたゴミどもからライフエナジーを抜き取ってこの俺 ジブリール様のセブンスに変える実験場。これも、パンテーラが持ち帰ったスメラギの技術ってやつの一つだ。ん<は>なことよりも。てめえ、さっき俺の身長バカにしやがったよな。許さねえ。てめえは極刑だ無言らしくかっさばいてやるまさか洋館内にいた彼らは。 エナジーを抜き取った抜け殻を金属を操る俺のセブンス。メタリカでしもべにしてやったのさ脈に流れる鉄分を操ってな。俺らを苔にしてきたゴミどもが、かしずくざまは痛快だったぜ。ひどなゴミをリサイクルしてやったんだ。奴らも泣いて喜んでるだろうよ。も <laughs> っとも、 抜け殻は涙なんて流しゃしねえがな姿が変わったやらしい目でジロジロ見やがって。変態か、てめえは。こんな野郎に痛めつけられるなんて。俺こそが、痛めつける側なんだそれを思い知らせてやるミクロの果てまで刻み 俺をここまで痛めつけたのはお前が初めてだいいぜ見せてやる全身で全霊の全力の全開をこの体もうどうなっても死ねやしねえジブイ連れ去られた人たちはジブリール彼女の口ぶりからしてきっともう